白野さんですよね、はい、今年の令和元年のゴルフの目標を言ってからティーショットをお願いします。まず楽しくゴルフができればいいです。はい、素晴らしい。よいしょ。ドライバーを安定するように努力します。はい、ありがとうございます。とりあえず今日純ちゃんに勝ちたいです。純ちゃんに勝ちたい。まだ勝てる、まだ勝てる。令和になって、70代目指せ、70代で頑張りますんで、今年もどうぞよろしく、令和もどうぞよろしくお願いします。まっすぐショップだね、カートのところを見ました。はい、シンボリでございます、昨シーズンの御殿場の吹雪の思い出を大事にして、今年もまた決勝に行けるようにそして10回のメダルがもらえるように頑張りたいと思います。 ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。戻れ、フェアウェイです、はい。今年のゴルフの目標はご一緒いただく方々と楽しいラウンドできるように頑張っていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。おー、ビッグの音だ。大丈夫ですよ、セーフですよ。僕もですね、令和の目標はぜひ70代なんですけれど、ぜひリンゴロープンで70代を出して今年は10決を目指したいと思います。よろしくお願いします。お願いします。もうゴルフ歴も15年ぐらいになりますので、あくまでもやっぱり飛距離を追求して頑張っていきたいと思います。よっしゃー、完璧、ナイスショットです。ありがとうございます、はい、今年の目標は日焼けをしない。そうですね、日焼けをせず常に仲良く楽しくやっていきたいと思いま す, います。止まれ、止まった。気持ちは常に70代目指します。お願いします。ありがとうございます。おー、強い。今年の目標はコンスタントに100を切れるように、はい、あと安定感のあるゴルフを頑張ります。お願いします、はい。クラブのクラちゃん予選突破。おー、すごい、すごい。どこのクラブですか。カモゴルフクラブです。カモ、プレッシャーに耐えてくれてありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。 OB1 日1回まで。おもう1回打ってるんで、はい、打てない。わー、いい球だ。すげー。怪我をせず頑張ります。怪我してるんですか。いえ。おー、さすが。おー、振るな。90を切ってみたいです。あ、いいですね。お願いします。うん、完璧だ。70代出したいです。かっけーっす。わー、強い。あー、飛びすぎだ。70代を出したいです。4人目なんだこの、この意識の高い集団は。これは大丈夫。フェアウェイキープ。フェアウェイキープ、うん、いいっすね、それが一番。わー、あー、まいた。令和のゴルフの目標教えてください。そうですね、平均スコアを、90切りたい。あー、強い。90を切りたいと思いま す, いいです、ね、はい、よろしくお願いします。おいしょ、すげえ。80代で終わりたいです。お、いいですね、よろしくお願いします。おいしょ、ハーフで50切ります。わー、振った、強い。アベレージ80代強い、出したいです。強い、本当だ、すげえ。めっちゃいい球、アベレージ80代の球だな、あれは。シングル入り言いますね。できないか。いける、いける。おい、球、シングルの球だこれは。ありがとうございます。もう
クラブのせいにして新しいクラブとか道具買わないです買わない目標、買わない目標です買うのかと思って自分が上手くなりますおー、いい球、何この組、一番いいじゃん。今日から100を叩きませんすごい、イボミさんみたいよっしゃー、強い。この組は何なんだ。ナイスショットの嵐や。90切りです。いいっすね。いけいけ、超えた超えた、とりあえず今日107が切れる。あー、107いいですね。今のところどうですか。半々です。あ、いいですねいいじゃないですか、もう余裕じゃないですか。ナイスボールです。今年の目標は秋までに100を切りたいです。いいですね。おお、いい球、大丈夫大丈夫。私は100を叩かないって言いたかったんですけど、はい、もういきなり叩きそう。同じことを言う、さすがっす。よいしょ、完璧じゃん。いい当たり。今年は頑張って80切りを目指したいと思います。80切り、はいおカメラプレッシャーですね。はい、はい、まあ70代とハーフで30代出したいと思います。強い、はい、おー、目標はできれば90を切りを安定して、安定して、はい、素晴らしいです。出したいと思うんですけど、全然あの3人には勝てない。戻れ、これはいけないですね。あのリンゴルフオープン決勝出れるように頑張ります。ありがとうございます。おー、ナイスショー。90を切ることです。いいっすね。よいしょ、いいショットだ。今年はあのリンゴル決勝に向けて。本当、いいじゃん、完璧じゃん。今日一じゃん。今日一出ました。年間10回80台を出すことです。強い強い。今までの中で一番具体的なことを言ってくれました。やべえですよ、常にバーディーを取ること。常にバーディー、常にバーディー、常にじゃない、攻め攻めだね。あの一ホール、一ホールじゃない、1ラウンド1個のバーディーを取ること。強い。なるほどね。いった、ナイスショー、ナイスショー。今年のゴルフの目標は、とりあえずドライバーをまっすぐ飛ばしたいです。あ、はい、究極の目標だ、はい、本当にこれは答えるねはい、今年は常に100を切りたいです。強い。そしてリンゴルフオープン決勝にまた行きたいです。いいですね、ありがとうございますおー、いった、振ってる。90切ります。いいっすね。いいじゃないですか、いい絵が撮れました、ありがとうございます。今年はリンゴルフオープンに3回出場できればいいかなと。参加が目標ですか。そうですね、去年2回だったので、はい、ああ、ありがとうございます。戻れ、来た、戻した、これが実力だ。アベレージで100切りたいです。おー、おお、来た来た、今年は90切れるように。おお、はい、うん、完璧ください。目指せ90切り。いいっすね、ありがとうございます。お願いします。左に。同じく90台を切りたいです。よろしくお願いします。お、私は100を切りたいと思います。安定して100を切りたいと思います。おお、90台を出して、常に頑張っていきたいと思います。常に頑張っていきたい、常に頑張っていきたい、力強いです。はい、いった、まだ100が切れてないのでまず100切りが目標です。はい、んでも戻るんじゃないかな。ベスト更新と100以上叩かない、100以上叩かない、うん。ちなみにベスト更新はいくつになるんですか。84です。更新しましょう。大丈夫かな。令和でも100切りを早く、あ、いいっすね、達成したいです。もう元年中にやっちゃいましょう。はい、はい、よいしょ、いい球。令和の目標、
健康に。ただそれだけです、はい、健康には初めてですいや今もうね首が動かないんで。きた、完璧じゃないですか。健康どころじゃないよ。はい、100切り目指します。お願いします。はい、お願いします。達成しましょう。いった、木なんて狙わなくてよかったんや。はい、令和の目標は100切りを目指します。よろしくお願いします。お、大丈夫。プレッシャーを浴びてくれてありがとうございます。なぜか日本代表がここに来ている。視聴覚系の日本代表の人、聴覚障害者の世界大会、うん、日本代表として参加しております。すげえ。え、でも どうなんですか、日本代表で大変。ただいろんな障害者を持ってる世界大会ありますし、うん、私は出た。が行かない。別に。え、何回試合出たんですか。去年は何回出たんですか。去年はアイグランドでやりまして、うんうん、7番目でした。7番目。え、世界で、はい、強い。最高は3番目。ゴルフ試合の時耳が聞こえづらいんですよね、今って。補聴器外すと、うん、電車の音がかじかに聞こえてると。それってゴルフにどのくらい影響するんですか。うん、火星の音とか、心がある音とか、うん、全くわからない。はあ、でもゴルフ楽しいっすよ。まあ、目で見て判断してる。あ、なるほどね。ボール当てる音とか、簡単なならわかりますけど、うん、ほとんど感覚でやってますね。楽しみです。はい、今日来てくれてありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、さっきの日本代表の奥様だと思うんですけども、はい、今年の令和のゴルフの目標を教えてください。ゴルフと僕は、ただが帝国できること、遠いところで行けるように応援したい。あー、すげー、応援したい。立派な人だな。自分の目標じゃない。素晴らしいです。ありがとうございます。お、戻ったよ。令和元年の目標はですね、はい、某宮下お兄さんが一緒に回るときは、はい、一緒に回るときは彼に負けないように頑張りたいと思います。それなんか今年何回かあるみたいな言い方になってる、はい、何回予告された、はい、何回かよろしくお願いします。おー、ナイス、完璧じゃん。全国大会出場を目指して頑張ります。優勝じゃないのシード権、はい、お願いします。はい、はい、わー、すごい高い。ナイスショットです。平成最後に79のベストが出たので、強い。なんとか70代前半を出していきたいなと思ってます。ちょっとレベル高いな、このほら、いや、これはダメだ、これはまずい、これすげえ出されたくないこれがカメラプレッシャーってやつ。カメラプレッシャーやばいっすね、はい、いや、もう今年こそは100切りですね、はいはい、いきましょう。はい、頑張ります。はい、きたー、まっすぐいったー。令和一発目、はい、フェアウェイに、フェアウェイドンと、ありがとうございます。決めたいと思います。娘に負けられません。娘に勝ってくださいおーいしょー。ゴルフ再加熱、嫁に負けないように頑張ります。奥さんうまいですからね、はい、おー、すげー、再加熱中ですね、はい、ありがとうございます、はい、さあ、先ほどのお父さんの娘っ子さんです若干17歳。私も頑張ります。頑張ります。わー、なんじゃこれ、めっちゃ飛ばすな。父親がびっくりしている。今年は80代前半安定して出せるようにしたいです。強い、すげえ、レベル高すぎる、素晴らしい。ナイスショットです。あ、ね、前回社長に栃木で撮っていただいた時に OB してるんで、はい、お見せしますよ。フェアウェイを、はい、見せてください。おー、あー、そうですね、今年はベスト更新でアンダーで回りたいですね。ベストいくつなんですか。75です。全然アンダーじゃないですけど。強い、まっすぐいった、強い、あー、戻ってきた、ありがとうございます。マイナス100ヤード、はい、100を切りたいです。くそダブった。ここはとりあえずフェアウェイキープをしたいです。ここはね、
大井玉来た。イップスを直す。イップス、何イップスなんですか。大会、大会イップス。おーっしゃー、本当に満振りした。そこまで行きました。ベスト更新です。いくつなんですか。ベスト78です。なんだこの組は。応援しよう。アベレージ80代で素晴らしい、はい、安定したゴルフがしたいです。ドライバー200ヤード強い。飛ばしたい。行きましょう。応援しよう。安定して90代だったいです。強い、みんななんか強い。よいしょー、いいスイングだ。はい、攻めすぎず、はい、安定したゴルフができる。全然オール攻めてる。おっ、何人いるんだ。ギャッ、令和元年のゴルフの目標はアベレージ80台。強い。うわー、いいスイングだ。打ったな、はい、ベスト更新で。ベストいくつなんですか。ベスト86。強い。あ、カメラプレッシャー。令和の目標は、年間100ラウンド。どこで。サウジアラビア。サウジで。サウジで年間100ラウンド頑張ります。真っ黒になって夏会いましょう。おー、振った、いった。サウジボール。これがサウジフックだ。90を叩かない。強い。しゃー、いい球。目標ですか。はい。ベストを出す。ベストいくつですか。82です。おお、いったー。これなんだよ、これ。テレビに出てると違うわ。すごい飛んだじゃないですか。ありがとうございます。平均アベレージ90台ですね。いいですね、はい、おお、振った。いい振り抜きでした。とりあえずゆっこちゃんより先に70台を出す。でもラウンド数で絶対かなわないんで頑張って出す。タイガー来たよ。これが林越えたよ、ちゃんと。目標は70台です。いいっすね。ではですね、スコアの発表して表彰していきたいと思うんですけれども、今日参加した人が全部でキャンセルもあったんで135人ですね、はい、そのうちですね、僕が練習ラウンドをしたスコア107を切った人たちっていうのは何かって気になる人いないと思うんですけど、なんとですね116名の人。そして100を切った人、これがですねすごいんですよ。なんとですね99人がいるんですよ。だからスコア出やすいんですね、このコースって。そうなんです。でさらにトップ20も、石井由紀子さんに見ましょうか。石井由紀子さんの気になる順位はですね、93で71、カウントダウン方式。ちょうど半分くらいかな。だから結構みんな調子いいんですよ、やっぱり。さらに行きます。青木純さん、23。次、じゃあ2位行きます。アウト35、イン38、73で、白野哲夫さんです。ありがとうございます。あの結構いろんなとこ来てて上手にしますけど、まあ、今日はもう兄さんの動画、予習をして、本番に行きました。参考になったところがありましたけど、今日楽しく生まれたので、また決勝に出ると思います。はい、はい、行けます。さて1位なんですけれども、アウトが33で、今34で、クロス67です。今日のベストスコアは、それもさ、おめでとうございます。はい、名前がついております。しかし、インの17番パー4、270ヤード、ティーショット、バンカー手前、キサブルで出すが、打ち込んでしまう。スプーンで。
プレーオフも回して、アーチロスのセンターで、コーヒーとか、ハローカーブとか、日本で、一気に打たれてしまって、悔しい、反応も悔しい、反応も悔しい。今日はありがとうございました。スピードボールでやったじゃないですか、ルーナ僕が。日本で2番なんですよ。5年でやって、皆さんお会いしてください。